ゴールキーパーは荒井翔太です。岡野、チャンミング、鈴木大輔、そして中盤は小田、高橋、小島、米倉、福光、三木、そしてワントップに大月という形を予想しています。ゴールキーパーが川田、ディフェンスは4バック、大島、柳、小野寺、主也、そして今日中盤4枚は森、西谷、松本、山本、そして2トップにジュニーニョと矢野と入ります。キーパーの川田が蹴ります。矢野騎手は今中央にいて、そこにボールが入っていきます。矢野が繋いだ。さあそして山本、左シュートへ。どういいんじゃないですか。ここはシンプルに繋がりましたね、はい。まあ、矢野翔に今2人3人ぐらい引っ張られてましたから、まあ、瞬間的に開きましたけどね、はい。さあ福光のサイドチェンジから今度は小田樹が行きます。小田が勝負を仕掛けていく、えぐってきた。さあ中央だ、大月、柳も行きますが大月まだキープ、右足シュートがいいんじゃないですかね、まあ、プレッシャーの回避の仕方と、まあ、狭いところ同サイドの局面と剥がしながら、あとは逆サイドの広いところですね。また山本抜けていこうというところ、繋いで、柳は体をうまく使って対応しました。今のは強いですね、はい、良い対応でした、さあさらに右、大島が高い位置、そして中央に入れた。さあここから左足を振り抜いていきました松本、まあ、今のも地上戦ですよね、広げたところから斜めに入りました、はい。少し伸びる球足にもなっていきそうです。シンプルに狙ってきましたが、おっと、ここはよく荒井翔太反応しました。ちょっと抜けてくるとは思わなかったボールでしたけどね。誰かに合わせるというよりも、まあ、ゴールに向かってくるボールなんで、誰か触ればというところでうまく間に落ちてきましたけど、宮に来た、キーパー触っています荒井翔太、セカンドボールシュート、森枠ですよね、枠、まあ、背中が目線に入ったんで、岡野が競り合って、今日で松本も行きますがボールは千葉に入りました。さあ右から福光、浮き球で通していきます。後ろから上がってきた米倉が残したい、残り前取った、そしてマイナス下げてグランダーからシュート、おーよく触った、ここはよく滑りました。で米倉がうまく残して、食いついた相手の背中取ってマイナス、そしてもう一つマイナス、シュートまでと、オベアのロングスロー、中央に入っていきます。柳の手前クリアをしました小島、セカンドボールなおも小野寺つないでいこうというところですが、シュートに持ってった森のシュート、悪くないと思いますね、さあペナルティエリアの中にゾーンを作って守る千葉です。松本凪の右足も伸びてくる軌道がありますが、そこは使わずにショートを選択、松本凪のシュート、少し形を変えてきました、まあ、一工夫出してきましたね、そのジュニーニョの交代の準備を今栃木の方はしています。オメア、さあ右から松岡リム、ここはうまくかわした、仕掛けてスラロームしながら左足を振り抜いた、セカンドボールまだある、森、森のシュートはふかしてしまった、あいいプレーでしたね、松岡かな、松岡でした、はいはい。鈴木大輔が跳ね返していったセカンド、森だ、森、森が抜け出していく、左足流し込んでサイドネット、ここですよね、いい形で運んで、はい、前向きで運ぶというのは森の良さですから、はい、まあ、でもこれ森決めろよという感じではあると思いますけど、荒井翔太の出るタイミング抜群ですよ、これここですね、はい、で動き止めずに最後は、まあ、米倉もゴール方向から滑ってますから、だから森からすると難しかったと思います。もう角度はなくなってましたね、はい、バウンドして、さあここは五十嵐雅人のドリブル、スピードを使っていきますが残しきれませんでした。まあそこの米倉の対応ですよね。そうですね、結局お互いにゴール割れませんでした。90分間走って戦い抜いた両チーム、結局スコアレスドローという結果に終わっています。